皆さんこんにちは、工藤ひなきです。本日はですね、魔女の家第9弾を進めていきたいと思います。というわけで前回の死の記憶を見ていきましょう。あ、骸骨さん頭からむしゃーってやつですね。それと、あ、私が犠牲にしたカエルさんの子供たちが、あ、というわけで続きから始めていきたいと思います。はい、前回はですね、あのお花さんたちにいろいろお話を聞いて、白いお花さんを撃破した後に、まああの男の人にお薬を渡して小鳥さんを解放して、小鳥さん解放した先でいろんな場所に行って、そしてやっとこちらです、持ち物、発光する瓶、これを手に入れることができました。このほのかな光を放つ瓶、暗闇の中を歩ける、自動で使用されますというね、これのおかげでですね、こちらにありました真っ暗だったお部屋に入っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。入ります。おー、暗いですね。何これ、あ、曲がるカード、これ怖いですね。何でしょう、棚かな。お、机の下を覗く、怖い怖い。何も落ちてない、何もないんかい。ほこりまみれの汚いタンスがある、何も入ってない。机の下を覗く、小さな腕時計が落ちている。あ、今気づいたんですけど、ビオラちゃん発光する瓶手に持ってる、かわいいかわいいかわいい。え、よく見せて。いやー、発光した瓶手でちょこんって持ってる。なんか提灯持ってるみたいで可愛いですね。あ、意外なところで可愛いが出てしまった。あー、え、何ここ、何ここ。おお、引き出しの中に何か入っている。持っていく、翡翠かなのパイプを手に入れた。ほ、びっくりした。え、なんだこりゃ。瓶を落としてしまった。え？上に進みます。帰ってこれた。時計拾わないで来てしまいましたね。あー、やってしまった。なんか必要なもんだったのかな。というわけで、パウ、パウペウポウ。パウ。翡翠、あ、よかった、合ってますね。翡翠で作られた、キッズエンク？お？つまり、吸うものはこれで合ってるってことですかね。これを渡せばいいんですね。お薬渡した方に、これで吸ってくださいって。
いや、さっき瓶落とした時焦りましたよ。びっくりした、一本道だって覚えてなかったら本当に。なんか後ろ振り返ったら人がいるってびっくりしますよねって言っといてなんですけど、工藤メンバーにしてしまう。うん、なんかライブとかに行くときに前にメンバーがいたら後ろからあ、見つけた、一緒に行こうって思ってとてとてとてって言ってトントンって肩叩いて、大体みんなびっくりする。それはさっきのあれですね、石像さんが後ろに迫ってるみたいな、あのびっくりした感覚になるんですかね。え、今度からどうすればいいんだろう、肩トントンってするのじゃダメなんですかね。でもみんな声かければ工藤の声わかるかな。まあそりゃよく一緒にいるからわかるか。わあ、透明人間さんが座ってるんだ。多分闇に隠したっていうのはさっきのあれで合ってますね。吸えるものを、あー、くそ、これをあげます。投げる。鉄格子の隙間から翡翠のパイプを投げ入れた。パイプは何者かに拾い上げられた。あ、あ、これは俺の。もう何者かは牢屋の奥に消えていった。隣の牢屋から何者かが出ていく音がした。鉢合わせたりしないですよね。鍵が開いている。扉を開ける。楽しいお菓子作り。病気の子を持つ親へかな。あ、どれも汚れていて読めそうにない。刺してしまったよ。布にくるまれた何かがある。赤い靴を手に入れた。血を流せ。やだ。ふい。私は血を流せません。ここから生きて帰るのです。赤い靴、内側も外側も赤一色で塗り込められている。気味の悪い靴。この手形なんでしょう。せっかく隠しておいたのに。パイプですかね。ごめんなさい。え、赤い靴履かないの。赤い靴履きたいんですけど、いいのかな。ちょっとセーブして履くか。じゃあとりあえず履いてみますか。はい、うん。え、赤い靴ってそういう、ここからになるんですか。やだよ、また怖いの体験するの。手が踊ってる。私がなんか何もせず履いたから、何か手を加えなきゃいけないってことですよね多分。あの手形笑ってますよ多分。やーやーいって塗り込められてる。落とせないかな。水のとこに行きますか。で、どうする。赤い靴を洗いましょう。靴の血が洗い流されて透明な色が現れた。ガラスの靴を手に入れた。だからあの元々の池、やっぱ誰か
驚きませんし、ビオラちゃん操作テクニックも大丈夫ですし、ただ問題はどこへ逃げるかなんですよね。あの机の周り回ってお外に出たら大丈夫ですかね。よし、クドンの腕が鳴りますよ。大丈夫だよビオラちゃん、私がパクってされないようにしてあげる。見させて。うん、お話ししたい。あれ避けようがないよ。いやでもいいよ、ちょっと何回か模索します。自分で来た。次は上に逃げます。ヒント見させて。回避の仕方がわからないよ。いつ襲ってくるかもわからないよ。椅子が揺れたらかと思ったら全然だったよ。なんかビオラちゃんの足が速くなる隠しコマンドとかないの？本当にしつこいやつだな。あいつが出てきたらすぐ上に逃げちゃおう。上に逃げてるつもりなんだ。頑張ります。上に逃げます。はいこっち、はいこっち。避けれた。よかった。よかった。はい、セーブセーブセーブ。また骸骨さん襲ってきちゃうから。どんどんちょっとずつ、クドも、ビオラちゃん操作が上手くなっていると自負している。自負したい。はい、というわけで、ガラスの靴を手に入れました。イエーイ。透明なガラス細工の靴、毒の上を歩ける。やった。自動で使用されます。よしよし。じゃあ、この中へ入っていきますか。少ないと思ってものすごい早く進んだつもりだったのに。どういうこと？え？どういうこと？まあいいや、セーブしよう。セーブセーブ。黒猫、やあ。友達ってなんだろうね。なん深いね。深いですね。友達って、なんだろう、本当になんだろう。同じ時間を共有して楽しい人？わかんない。市場に入れられる同じ空間を楽しめる人かな。はい。というわけで、亡くなったはずなんですけど、なんか知らない場所にいました。ビオラ元井工藤です。今回はここまでで終わりにしたいと思います。どういうことなんでしょう。わかんないんですけど、探索は次回進めていきたいと思いますのでお願いいたします。この動画がいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。ありがとうございます。工藤ひなきでした。